皆さん、こんにちは。ドバイに移住した美容師、カトスと申します。今日は2月5日になります。今のね、時期がドバイで一番寒い時期なんじゃないかなと思います。今ね、日中で多分20度から21度ぐらいの気温かなっていう感じなんですけど、風がね、すごい強いんで、こうカメラもバンバン揺れてるんですけど、風が強いんで、体感はね、もうちょっと寒いような感じがしますね。はい。でもこれが2月終わりぐらいになってくるとまたどんどん暑くなってくるんで、今が本当に一番寒い時期なんじゃないかなというような感じですね。今日はですね、よく僕も動画でもお伝えしてるんですけれども、サロン経営者の方が、日本のね、サロン経営者の方が、ドバイによく視察に、来ております。多分、僕の感覚だと月に4、5人ぐらいは来てるような感じはします。なので、まあそれだけ、やっぱドバイが日本からまだね、注目されてるんじゃないかなと思うんですけれども、全員と僕ね、会えてるわけじゃないんですけど、会える方とはね、会うようにしてるんですけど、皆さん、経営者さんからよくね、聞かれる質問だったりとか、お話っていうのが、大体同じようなお話なんですよ。なので今日はね、よく聞かれる質問内容を、今日はね、動画に収めて、なので、日本にいる間にちょっとこれをね、見ていただいて、それでちょっとドバイに来ていただく、ただどうなのかなと思ってですね、今日はそんな動画を作っていこうかなと思います。題して、ドバイにサロンを経営したい方は、ドバイに来る前に、これをまず見てくださいっていうね、動画を作っていこうかなと思います。まず、最初に、聞かれる内容で多いのが、ドバイはまだね、日系サロンがすごく少ないです。僕の店と、あとね、もう一つのお店。日系サロンは2つしかないと思います、まだ、ドバイには。なので、完全にブルーオーシャンだと思うじゃないですか。だから、ドバイがまだチャンスなんじゃないかと。まあ、タイとかシンガポールとか、マレーシアとか、あっちの方にはね、もういっぱい日系サロンもあります。ドバイはまだ少ないじゃん。じゃあドバイはチャンスなんじゃないか。って思う経営者さんが、多いのと、あとは、ドバイはやっぱ大富豪、ね、もうめちゃくちゃなお金持ちが多い。だから、客単価がたくさん取れて、日本よりもたくさんの高い客単価が取れて、儲かるんじゃないかっていうような考えで、ドバイに来る経営者さんがやっぱ多いかなというふうに思います。今日はね、この2つに関してお話ししていきますので、お話聞いていただければいいかなと思います。まずですね、ブルーオーシャンっていう考え方って、これって日本なんですよ。日本の考え方。日本のビジネスをするにおいて、まず基本中の基本ですよね。みんなと違うことをするとかね。そういった考えが、固定概念がもうビジネスとしてると、すり込まれちゃうんですよ。すり込まれちゃう。もうそれが基本なんで。ただこっちでブルーオーシャンを狙うってやると、ちょっと違うのかなっていうふうに思うところがあります。ないのには、できないのには、やっぱ理由があるんですよ。そう、理由がある。これだけ発展してる国ですよ、ドバイって。できるに決まってるじゃないですか、ドバイだって。やろうと思ったら、何だってできる国ですよ。ないのには理由があるんですよ。日本日系サロンの。まずそこから考えた方がいいと思います。ブルーオーシャンだからチャンスではないです。はい。ないのには理由がある。まあ、いろんな文化だったりとか、文化の違いとか、宗教の違いだったりとか、まあ、そういうのももちろん関係してくるんで、まずは、そこはチャンスとして考えない方がいいのかな。僕は思いました、ドバイに来て。まあ、その理由としては、日系サロンが認知されていないので、みんな日本人の美容室がいいっていうことを知ってないっていうところですよね。もちろん日本の飲食はもうドバイですごくやっぱ人気があります。寿司とかね。やっぱすごいね、人気あって、すごい流行ってるお店もたくさんあります。やっぱ世界でも日本の食文化って、すごくね、愛されてる。感じがね、するんですけれども、じゃあ日本の美容の文化って、どれだけ需要があるよと思った時に、ドバイってやっぱちょっと特殊な国なんで、世界各国から移住してる方が 90% と言われてる国です。なので、世界各国から、世界の人たちが来てるわけですよね。そうなると、やっぱりまだまだ日本の美容っていうのは、もちろん認知されてる国ありますよ。タイとかだったらもうね、あっちの、東南アジアとか、あっちの方は日本の美容っていいよね。っていうふうにもうすごい認知されてると思います。ただここはまだ認知されてないんですよ。だからそこから始めないといけないんで、
すごくね、難しいのかな、と思います。知られていない。じゃあどうやって知ってもらうか、というとこからスタートするんで、だったらもう日本の美容っていいよね、っていう国でやった方が、なんか早いんじゃないかな、と。僕はね、そう考えてます。あとは、富裕層が多い。だから、客単価がたくさん取れそう。っていうふうにお考えになってる方すごく多いんですけど、確かに多いです。桁違いの方、めっちゃいます。もう見たことないお金持ちの方、いっぱいいます。これは、マジでそうです。ただですよ、その富裕層の方って、ずっと僕ね、ドバイに住んでるイメージないんですよ、全然。僕の知ってる方とかもそうですけど。みんな、ドバイを拠点として、いろんなところを転々としてるんですよ。いろんな国行ったりとかして。で、そういうイメージなんで、サロンの固定客になりづらいんじゃないかなって思ってます。僕たちはやっぱりリピータービジネスなんで、どれだけこうリピーターをね、たくさん獲得できるかってところが、サロンのね、ビジネスにおいて、すごくね、大事になってくるところだと思うんですけれども、そのリピーター、固定客が取りづらい。だって、じゃあ日本の富裕層の方だったら、日本にしょっちゅう帰ってますもん。他のヨーロッパの富裕層だって、どんどん、なんかしょっちゅう帰ってますもん、いろんなとこ。じゃあ、日本でやるよね。日本でやっちゃうよね、とか。じゃあ、ヨーロッパの自分の国でカットしちゃうよね、とか。そんな感じなので、ちょっとね、リピーターになりづらいんじゃないかな、って思うところはあります。あとは、もちろんね、こちらのアラブに住んでる、もともとの地元の方は、帰ったりとかしないんですけど、でもそもそも、あの方たちは、サロンに行くっていうイメージよりは、家に、呼ぶ。美容師はもう、うちの家に来なさい。みたいな僕は、イメージなので、そもそもサロンに通ってるっていう感覚があんまりないです。やっぱお金持ちはね、家に呼んじゃうんで、あとデリバリーが主流な国なんでこっちは。デリバリーがめちゃくちゃ栄えてるんですよ。すごく発達してる。なんで、何でも呼べちゃうんですよ。何でも呼べちゃう。っていう中で、サロンを作る意味あるのかなって。だったら、派遣するような会社を作っちゃった方が、あ、美容師を。そっちの方が、地元の方たちには需要があるのかなって思ったりとかしますよね。まあ、あとはまあ、もちろん文化の違いもあるんで、ね、こちらの宗教の違いだったりとか、そういうのももちろんあるんで、ね、男との人と女の人は、もう、別々にしないといけないとかね。顔、ヒジャブを女性は被ってるので、これを男の人はやっぱ見せてはいけないので、絶対見えないようにカビを作らないといけない。もう銭湯みたいな感じですね。入り口からもう分けないといけない。そういったことがあったりとか。あとね、ドバイに住んでる人って、確かね、70% ぐらい、これ確かですけど、ちょっと調べてみてください。確かね、70% ぐらいが男性なんですよ。確か。で、30% ぐらいが女性。明らかに男性比率の方が多いです。とかね。まあ、いろいろ、やっぱり文化の違いがあって、ちょっとやりづらい部分が、やっぱあるんじゃないかな、と思います。でもまあね、そういった感じで考えると難しいなって思うところが、やっぱたくさんあるんで、まずね、ひとまずドバイに、視察に来る前に、まずこの問題を解決しながら、こういう戦略だったら、ドバイでも行けるんじゃないか、と考えて一度来た方がいいかな、と思います。よくね、僕動画でも話してますけど、本当にこっちでやるメリットって、そんなに大きくないと思うので、でサロンだって、何回も言いますけど、自己資金でやらないといけないし、借り入れできないし、で自分の自己資金でやって、なおかつ、日本で建てるよりも、2、3倍ぐらいはかかってしまいます。やっぱ、全部合わせるとね、トータルで、初期投資で。そこまでかけて、やる、ってどうかなって思ってしまうところも本当にありますし。回収できるのかなとか。ただでも人件費はめちゃくちゃ安いので、ドバイは。やっぱ海外から出稼ぎで来てる方がたくさんいる国なので、みんなすごい低賃金で働いてる方がたくさんいます。なので、飲食とかはすごくね、儲かるのかなというふうに思ったりもします。本当に月8万円ぐらいの給料で、もう週1休みとかで、もう一生懸命働いてくれるんで、でそしたら利益もね、残りやすいじゃないですか。人件費がすごい下がるんで。でそしたら利益もね、すごくね、残りやすいのかなと思うんですけれども、サロンは本当に難しいなと思います。ただですよ、これはちょっと聞いてください。僕は1年、もう4ヶ月ぐらい、ね、こちらに住んで、これならいけるぞっていうのを、これならサロンビジネスもいけるんじゃないかっていうのも、正直
見つかってます。あ、こういう風なやり方したら、ドバイでも成功できるな、できそうだな、というような案は正直あります。ただやるかやらないかはちょっと別として、やっぱそれなりにやっぱまた資金がかかってしまうんで、ただそういう方法って抜け穴というか、そういうとこってたくさんあるので、それをまず考えた上、戦略練って、ドバイに来ていただくと、面白いんじゃないかなと。せっかくね、来るんで、お金もすごいかかるじゃないですか。こちらに滞在したりとかすると、渡航費用もかかるし。なので、まず来る前によく考えて、ドバイに来ていただくといいかなと思います。今日はそんな感じで終わりたいと思います。なので、ドバイに美容室を作りたい、美容サロンを作りたいと思っている経営者さんたち、まず、この動画をしっかりと見ていただくといいかなと思います。では皆さんまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント等もありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。では皆さん、またね、バイバイ。